行われている石垣の修復工事に興味を持ち、府に表現したいと思いデザインしました。石垣を表現するために着物やデニムの生地を使用し、石垣の一体感を表現しました。こだわりポイントは、弘前城の石垣は角が特徴的です。その角の表現に注目してください。紙についている桜を表現したものはつまみ細工を使用しました。作品は私が大好きな花札をたくさんの人に知ってもらいたいと思いデザインしました。存在感のある猪鹿章をはじめ、全身に四季折々の花々を散りばめ、至る所に花札をあしらったデザインが魅力の一つです。花札から飛び出していったような立体感あふれる猪鹿章が注目です。何もないはずのところに力強く咲き始め、いろいろな命が誕生します。自然の力は私たちの想像以上の力を持っていて、計り知ることができません。そんな地球や自然の命、みずみずしさをデザインしてみました。こだわりポイントは、イラストレーターで地球儀のデザインを描き、消化検査で印刷しました。当時から現在まで共に生活してきた全ての人々が描く懐かしさ、切なさ、恋しさなど何とも言えない感情、ノスタルジーをデザインに落とし込みました。個々の顔には鉄サビでシミやシワをつけ、一針一針個性的な顔に仕上げたところがポイントです。ペーパーレス化されている現代で紙の必要性が失われています。一方で環境破壊を減らす対策として紙の活用の幅が広がってきています。この作品から改めて紙が本当に必要ないのか考えてみてください。製紙業者で廃棄する予定だった紙や新聞などを使い、紙ならではの質感を生かしたデザインにしました。この作品は青森県といえばを考えたときに一番目に思い浮かぶリンゴをテーマにしました。リンゴにもいろいろな品種があるので、一つ一つ異なるリンゴのデザインを装飾に組み合わせたところがポイントです。スカートの中にパンツをレイアウトし、エレガントかつマニッシュな印象を演出しました。リンゴ娘の時にこういう血管を待つ時間でライブさせていただいたりとか、あとモデルとしても歩かせていただいたりっていう経験があって、やっぱ弘前の人としてはこのファッション甲子園が毎年青森で行われて、こうやってなんていう、日本全国で頑張ってる高校生の皆さんが一気にガッてこの青森っていう場所に集まって、自分のこの頭の中というか世界観をバッて出してくれるのがすごい嬉しくて、毎年楽しみにしてるので、なんかこっち側こんな遠くなってさせていただけて嬉しいです。こっち側のエントリーナンバー29、青森県弘前実業高等学校、作品ペーパーレス、どうぞ前にお進みください。
花束にスタートです。皆様、最後の最後まで盛大な拍手でお送りください。